プロ野球史に残る活躍を見せた、ノムさんこと野村克也氏。現役時代は戦後初の三冠王を獲得し、引退後はプロ、アマで監督を務め、データを重視した ID 野球でプロ野球全体のレベルを上げた功労者です。そんなノムさんですが、どうしても馬が合わない選手もいました。今回はノムさんから嫌われてしまった選手たちをまとめました。ただ俺は野球がしたい。台湾出身で中日ドラゴンズの主砲として一時代を築いた大鵬康明選手。阪神にトレードで移籍した2年目に監督となったノムさんと衝突を繰り返しました。まず最初に衝突の原因となったのは打撃フォームです。大鵬選手といえば尊敬する王貞治氏と同じ一本足打法で、94年には本塁打王と打点王を獲得したスラッガーでした。しかし、この一本足打法をノムさんは理にかなっていないと批判。すり足打法に変更することを大鵬選手に勧めたのです。本当は一本足を貫きたかった大鵬選手ですが、試合に出るためにはやむを得ないと打撃フォームの変更を受け入れました。しかし、ノムさんとの確執はここで終わりませんでした。ある日の試合でスタメンに名を連ねた大鵬選手。ところが、一回も打席に立たず交代させられてしまいます。これはいわゆる当て馬。予告先発がなかった時代には、スタメンの中にその日使う予定のない選手をあえてオーダーに入れ、相手先発投手に合わせてすぐに交代させる作戦が取られていたのです。この当て馬起用に大鵬選手は激怒し、試合中にもかかわらず球場から帰ってしまいました。しかしこの一件を新聞記者が嗅ぎつけ、翌日に報道されてしまったのです。すると大鵬選手は記事を書いた記者にも激怒。ロッカー裏に記者を呼び出して問い詰めるなど、今なら炎上事件になりかねない行動も起こしています。落ち着きを取り戻した大鵬選手は、阪神担当記者にその思いを語りました。ただ俺は野球をしたい、打ちたい、結果を出したい、それだけなんだ。なぜ足を引っ張られるようなことを新聞社に書かれ、監督に言われるのかがわからない。野球に対してどこまでも真摯で、性格も一本気なところがあった大鵬選手。ノムさんのぼやきが本気なのか、報道陣へのリップサービスなのか、わかりにくい部分もあったため、ノムさんの言葉にナーバスになり、嫌気がさしていたのかもしれません。実は二人の確執はシーズン前から始まっており、ノムさんが監督に就任する直前の契約更改で大減俸をされた際に大鵬選手が、下がった分はサッチーの懐に入るんじゃないですか。と言わみを言ったところからとも言われています。野球愛が強く一本気な性格の大鵬選手とノムさんが膝を突き合わせて話し合っていれば、大鵬選手はさらなる輝きを放っていたかもしれません。短パン謝罪事件。二人目に紹介するのは楽天のトラブルメーカー、トッド・リンデン選手です。ノムさんが楽天の監督に就任したのはチーム誕生から2年目だったこともあり、ノムさんが過去に指揮をしたチームと比べても戦力面でかなり苦労を強いられました。それでも就任4年目の2009年、チームは快進撃を続け、優勝争いを繰り広げるまでに成長します。岩隈久志投手、田中将大投手、永井聡投手の先発3本柱が活躍し、打線も山崎武史選手、鉄平選手が主軸となり、強力な打線を形成しました。しかし、チームは勝負の夏を前に急失速。そんな窮地から抜け出すべく獲得したのが、助っ人外国人のリンデン選手でした。スイッチヒッターのリンデン選手は、左右両打席から力強い打球を放ち、早速チームの活力剤となります。初出場となった7月2日の日本ハム戦で、いきなりダルビッシュ有投手から2安打を放ちます。来日初ホームランを放った7月7日の試合では、4安打3打点と大暴れ。途中加入にもかかわらず、いきなり日本の投手を打ちまくったリンデン選手は、73試合に出場し、打率2割9分2厘、
12本塁打、37打点の好成績を残しました。しかし、成績は立派だったものの、その気性の荒さからトラブルメーカーでもありました。10月に入ったある試合でスタメンを外されたリンデン選手。代打で途中出場しますが、6点ビハインドの最終回だったことに激怒。点差の離れた場面での起用に自身のプライドを傷つけられたと、ノムさんやヘッドコーチに暴言を吐いてしまいます。これにはノムさんも、監督侮辱罪というか、人間失格。人間として組織の中で生きる資格がないと判断した。許すわけにいかない。顔も見たくない。とおかんむり。首脳陣に対して批判的な発言をしたリンデン選手は、翌日に登録を抹消されてしまいました。その3日後、リンデン選手はノムさんの元に謝罪に訪れます。しかし、これで一件落着といかないのが、トラブルメーカーリンデン選手です。全体練習の前にノムさんに謝罪に訪れたリンデン選手は、T シャツに短パン、サンダル履きと夏休みの子供のようなラフなスタイルで現れたのです。これを見たノムさんは、その目はなんだ、反省の色なし、と会談はわずか10分で決裂に終わりました。これでリンデン選手のシーズンは終了したかと思われましたが、クライマックスシリーズ第2ステージの直前にもう一度ノムさんに謝罪をします。前回の反省を生かし、今度はきちんとスーツにネクタイの清掃で謝罪に臨んだリンデン選手。ノムさんも、今日はちゃんとした格好をしてきたな、と謝罪を受け入れました。最後はがっちり握手を交わした二人。クライマックスシリーズ第2ステージでチームは敗れたものの、リンデン選手は4試合すべてに出場し、3試合でヒットを放つなど、存在感を発揮しました。この年限りでノムさんは退任しますが、十分な成績を残したリンデン選手は、翌年の契約を勝ち取ります。しかし、後任のブラウン監督ともいざこざを起こし、2010年限りで退団してしまいます。天才ゆえに。東洋大学時代からその才能に注目が集まり、阪神にドラフト1位で入団した今岡誠選手。しかし、今岡選手のプロ3年目に阪神の監督となったノムさんは、今岡選手をたびたび批判しました。ノムさんは今岡選手をチームリーダーとして期待をかけていたものの、彼のプレースタイルがどうしても気に入らなかったようです。当時の今岡選手について、ノムさんはこう語っています。打つことに関しては天才的だった。だが打つことにしか興味がないように見えた。出塁してもリードさえ取らない。こうした不満を得意のぼやきで今岡選手に伝えようとしますが、自身を批判するノムさんに、今岡選手はさらに態度を硬化させてしまいます。当時の様子をノムさんは、今岡の不平不満は顔に現れるようになったし、怠慢と見られるようなプレーが増えてきた。私は今岡を監督室に呼び、一対一で話をしようと考えた。だが今岡は黙ったままだった。と振り返っています。もともと気持ちを前に出すタイプではなかった今岡選手。ノムさんから見れば無気力に移り、チームリーダーとしての期待をかけただけに物足りなく感じたのかもしれません。しかし、実際には熱い気持ちでチームの勝利に貢献しようと、勝つことだけを考えていた今岡選手。その思いは、ノムさんが退任後に監督に就任した星野仙一氏の下で遺憾なく発揮されます。レギュラーとしての地位も危ういものとなっていた今岡選手に、就任直後の星野監督は、お前面白いな、と声をかけます。この言葉で心をつかまれた今岡選手は、これまでの鬱憤を晴らすかのように活躍。一番打者として自己最高の打率3割1分7厘を記録し、日米野球にも出場します。2003年には自身初の打撃タイトルとなる首位打者も獲得しました。ノムさんの時には感情を表に出さないプレイヤーだった今岡選手ですが、星野監督の下では感情を素直に表す場面も多く見られました。どれだけ優秀な人同士でも、反りが合わないことはあります。今岡選手の場合は、自分の良さを生かしてくれる星野監督に出会えたことは、
幸運だったと言えるでしょう。成績は一流、取り組みは二流。2004年の球界再編問題で、近鉄から新球団の楽天に移籍した岩隈久志投手。記念すべき新球団の開幕戦で先発を務め、初勝利をもたらすなど、エースとして活躍しました。戦力的にも整っていなかった楽天で、岩隈投手はまさに孤軍奮闘の活躍を見せます。2008年、チームは5位に沈んだものの、岩隈投手は21勝を挙げ最多勝、最優秀防御率、最高勝率のタイトルを獲得し、沢村賞を受賞。2009年には13勝を挙げ、チーム初のクライマックスシリーズ進出にも貢献しました。しかし、ノムさんは岩隈投手を高く評価していませんでした。メジャーリーグに挑戦することを表明した岩隈投手について、ノムさんはこのように語っていました。岩隈久志は制球がいいし、何より決め球のフォークがある。メジャーではフォークを投げるピッチャーは少ないから、向こうで通用するだろう。しかし、岩隈はエースかというと、本物のエースではなかった。監督訓示で、選手を前に、あいつを見習え、と選手たちに言われるようになればエースなんです。岩隈には心構えが欠けていた。チームの中心人物は、常にチーム、仲間、組織を念頭に置く必要がある。それができなかった。だから私は、エースに厳しい苦言を呈したんです。岩隈投手は、怪我をしてシーズンを棒に振った経験から、肩や肘を守ることを優先していました。そのため、先発した試合でも、肩肘の状態を見ながら、100球未満で降板を申し出ることがたびたびありました。そうした岩隈投手の態度から、ノムさんは、エースと呼べる存在ではない、と断言したのかもしれません。また、後輩投手たちが同じような理由で降板したり、再調整を申し出ると、岩隈病と皮肉を言うこともありました。監督退任後も岩隈投手については、数字は一流で、取り組みが二流の選手、と酷評するなど、ぼやきが止まらなかったノムさん。しかし、2009年のクライマックスシリーズでは、岩隈投手も男気を見せて、中継ぎで登板するなど、チームの日本シリーズ進出のために力を尽くしました。ところが、試合を決定づけるホームランを打たれてしまいます。これにはノムさんも、慣れないことをやらせちゃったね。ちょっと力んだ。すべて俺の責任だ。と謝罪しています。どれだけノムさんから批判されても、自身の考えを貫き通した岩隈投手。ノムさんも岩隈投手は、もっと良い成績を残せると確信していたからこそ、ぼやき続けたのかもしれません。考え方の違いから、一部の選手とは決裂してしまったノムさん。それでも現役時代から、監督、野球評論家として、プロ野球に貢献してきた功績は色褪せません。自らが愛した選手も、関係が良くなかった選手も、天国から見守っていてほしいものです。